私は普通よくある別れだもの。芝居がかった優しさなんてありがた迷惑よ。邪魔になったと言ってよ、あなた得意のセリフじゃない。少しずるいはほろりとさせて話を切り出して、絶対しないと今は意地でも強がるけど、多分いい人見つけて同じ辛い目見るかもね。私遊びが下手なの、すぐにとことんのめり込んで、何かおもちゃを手にしてないといられぬたちだから。